おやおや、前回は筋肉食堂さんにお世話になったイージルさん、今回はどうなることやら。さあということで、ランチも、そこそこにですね、また街ブラを再開していきたいと思います。ダークネスタンプの続きです。ほら早速、はい、ほらカラーコーンがいやそこいじるんですか長くなりますよこれいや見たら分かりますけど珍しくないですか、まあ、確か青ってあんまりないんですよね。どしましま、いや意外と広がるんですねカラーコーンで。カラーコーン確かに結構ありますね。青って目立たないからね。ね、こんなんで注意できてんのかで思っちゃいますよ、ね、あほら、はい、ドラム缶まで青いですよ。あ本当にそうね。いや何なんだよ本当にですよ。ほら見てください、ほら大きなほら、はい、しゃもじ米助さん来たんですかね。いや支度中だよ、違うだろうどう考えてもそんなね、はい、ここはまだ取材できてないんでね、はい、皆さんはぜひ筋肉食堂さんの方に。すげえ進めるな。そこは、はい、素晴らしい。あよかったよな、本当すげえいい人で、はい、ほら、はい、お店が取り上げられましたっていう嘘。いや嘘じゃないだろこれ本当でなんと思いますよ、こういう風にほら取り上げられてね、すごいですよ。大丈夫これ勝手取って大丈夫なんですかこれ。私も怖くなってきました。だんだん駅に近づいてきましたね。まあそうですね、はい、あくまです、アタリア、アタリア。危ない見てなかったです。見てください、ほら、はい、自転車ちゃんと鍵がかかってます。いや一台一台ちゃんとチェックして。もう今接待するやついない人、今の時代そんな鍵のチェックはいいです、大丈夫です。どの立場なんですか。これとかね、はい、開いてたりしないですか。いやあれね、料金制のやつだったらね、はい、一台一台僕はお金払おうかなと思ったんですけど。いやありましたよ料金制のやつ。はい、あいえ、どうぞ。やってみましょうか。え、足長おじさんみたいなこと、はい、勝手にお金だけ払ったって。あ、ありましたね、はい。あ、結構でも値段大丈夫ですか。ちょっと待ってください。どうなってます。2時間まで無料で、10時間までが100円、その後5時間ほど100円、 OK です。ちょっとじゃあ1番の方1番の方、はい、ちょうど1番の方、はい、この緑のママチャリ電動の。あ、電動だからお金持ちじゃないんですか。いやお金持ちにこそお金を払うっていう。なるほど、はい、で1番にお金だけあなためっちゃいい、はい。あー、ただだった。あ、まだタダなんだ。あー、じゃあちょっとじゃあ別にしようか。あ、別にしましょう。はい、すごいですね、あなた。やっぱり俺正直このね、はい、お子さんの顔がついてるのは、ね、いろいろ苦労されてるんじゃないかな。4番の方ですね。4番の方です。やっぱりお子さんね、やっぱ子育てに、子育て大変ですから4番の方、4番払ってあげましょう。はい、4番100円。あ、あの小銭出すのもあれなんで IC で払いたい。あ、素晴らしい。じゃあ行きます。あ、優しい。え、これで OK なんですね。そうです、大丈夫です。開いたかもしれない。はい、あ、開きました。開きました。で、また入れてくれる。あ、また入れます。はい、あ、そうです。ここから、はい、2時間まではそうですよね。この自転車無料なので、はい、はい、ね、帰った時にサプライズが待ってると思います。よかったです、この4番の方。4番の方、おめでとうございます。おやおや、珍しくいいことをしましたね。ラブ&ピースですね。いかがでしたでしょうか。本日のイージル散歩、イージルのダークネス散歩、ね、水道橋からお送りいたしました。とても楽しい、ちょっと電車の音が、ちょっと電車の音が、電車のダビもうちょっと張ってもらえますかね。ちょっと電車の音が、はい、米の締めなんで、はい、締めたいんですけれども、はい、ちょっとここやっぱ水道橋ということで、もう一台また、はい、列車が来ましたので、はい、ちょっと張り目でお願いします。あ、はい、はい、いかがでしたでしょうか、はい、イージルのダークネス散歩、はい、第1回目は水道橋周辺を、散歩させていただきました。はい、多分聞こえてる、はい、とっても楽しく思い出に残る、はい、人情味のある素晴らしい街でした。はい、はい、ね、ご覧になった皆様で、面白いところを探していただくっていうなかなか難しい動画にはなりましたけれども、こちらで、今回の散歩を締めさせていただきたいと思います。次回はどうしましょうかね。次回はですね、はい、まあ
より、プロレスの聖地に近づこうと思いますので、後楽園ね取ろうとしたら注意されて取れなかったので、はい、そこ使うかどうか分かんないですけど、まあ、そうですよね、はい、一応後楽園行こうとしたけど注意されたんですよね。残念ながら注意されましたね。次回は東京ドーム目指していきたいと思います。いや無理だと思いますよ、はいはい、ということで、今晩、あなたの、悪夢の中でイージルとお会いしましょう。This is Easy Everything is Easy全てはイージルだ。ダークネス。それで大丈夫ですか。はい、終わってください。おやおや、イージル散歩水道橋編、ここで終了でございます。笑いなし、人情味なしのとってもひどい散歩でしたが、次回はやるんでしょうか。また会う日まで。